テレンス・コンゴロは、スイスフリーブール出身のサッカー選手。元オランダ代表。フラム FC 所属。ポジションは DF。ロドニー・コンゴロは弟。音節の分け方は、コン、ゴー、ロであり、N と G は分けて発音されるため、コンホロ表記も可能。スイスで生まれたが、幼少期に、ロッテルダムに移住した。RVV ヒルズルースでサッカーを始め。 フェーノールトの9歳以下のチームに加入。同じ94年組であるアナスはジャバール、トニー・フィリエナ、ジャン・パウル・ボエチウス、カリム・レキク、カイル・エベシリオと共に、フェーノールトでユース時代を過ごした。左利きだが、レキクと共にプレーしてきたため、右 CB でのプレーに慣れている。2012年7月25日に2016年までの新契約を結んだ。 2012年4月14日の SBV エクセルシオールとのホームゲームにおいて途中出場でトップチームにデビュー。2012年9月27日の NEC 内目編とのカップ戦で初ゴールを挙げている。2012から13シーズンはステファンデフライ、ヨリスマ対戦の不勝離脱を受けてブルーのマルティン・スインディンの右で3試合スタメン出場で高評価を得たが、 10月7日の FC フロー人間戦ではイエローカード2枚で前半30分を待たずに退場処分を受けた。11月19日のリザーブチームの試合で膝の靭帯を痛めて数ヶ月間離脱した。2013から14シーズンは長期離脱から戻った後も層の厚い DF 陣の前にトップチームでの出場機会に恵まれず冬の遺跡市場で レンタル遺跡を希望したが、ロナルド・クーマン監督から、チャンスは必ず来ると異流を受けて残留。そのチャンスはすぐに訪れ、メブ出血で、リス・マタ対戦が離脱したことで1月31日の、フィテッセ戦からスタメン出場すると、安定したパフォーマンスを見せた。ま戦復帰後も左サイドバックや、左 CB で、スタメン出場を続け、2月23日の FC、トゥーエンテ戦では、 エールディビジのベストプレイヤーの一人、ルシャン・タリッチを完全に抑え込んで高い評価を受けた。3月9日の FC フロー人間戦でも左サイドバックとしてスタメン出場し、右サイドバックのスフェン・ファン・ベイクと共に攻守に大きな貢献を見せ、ルベン・スハーケンが決めた先制点のアシストで毎シーズンの退場劇のリベンジを果たした。 2014から15シーズンはシーズンスタート直後こそワールドカップの疲れを感じさせる低調な出来だったが9月21日のホームでのアヤックス戦でこのシーズン初めて CEB で起用されるとスピードを生かした全身守備とタックルの能力で高い評価を受けそれ以降ハンベイクとのコンビでスタメンに定着しかしシーズン終盤にはチームと共に調子を落とした 2015から16シーズンも当初 CB のスタメンとしてプレーしていたが、ミケルネロムの不調によって再び左サイドバックでの起用が続き、前へのスピードとフットボール能力、競り合いの強さで再び高い評価を受け、2016から17シーズンもファンデルハイデンが CB のスタメンに定着したことで、今頃は、 左サイドバックに集中、フェーノールとのエールディビジ優勝に大きく貢献した。2017年7月3日、AS、モナコへの移籍が発表された、移籍金は報道で最低1500万ユーロ。契約期間は2022年までとなっている。2018年1月2日、ハダースフィールドタウン FC へ、シーズン終了までのレンタル移籍が発表された。 2018年6月8日、レンタル遺跡で加入した、ハダースフィールドタウニ FC へ完全遺跡することが発表された。4年契約を結び、遺跡金は非公開だが、クラブ過去最高額と発表された。2020年1月16日、フラム FC にレンタル遺跡した。2020年10月16日、フラム FC に完全遺跡し、 4年契約を結んだ。2011年の UEFAU-17 欧州選手権でチームでフェーノールとユースのチームメイトらとスタメンでプレーし優勝。5から2で勝利したドイツとの決勝でゴールを決めている。2014年5月17日に行われたエクアドル代表との親善試合でオランダ代表初出場を果たした。 http://www.phenol.nl p a g e s newstetail s2 ス20120726 コングロー、スプックスハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w f a e n o l d n l スラッシュページーズスラッシュ n e w s d e t a l s p x カンテインコードイコール2012万1120コングローブレスはハット,ト https w w w t e ース i ー s p o r t n l アーティケル10六5657 フェーノールト、フェーノールトリクトピジョランオーパスハップス、ハットテレンスコングロージャスック、EN2022AS、モナコ FC2017 年7月4日、ローン、テレンスコングロージョインズフロムモナコ、ハダースフィールドタウン2018年1月3日、トランスファー、テレンスビカムズ、エフル、タイムテリア、ハダースフィールドタウンオフィシャルウェブサイト2018年6月9日、 コングローサインズオンローンフルアム FC 2020年1月17日閲覧コングローサインズフルアム FC 2020年10月19日閲覧ありがとうございます